改めまして、ご来場の皆様、本日は本当にどうもありがとうございます。あいにくの天気ではありますが、こうしてたくさんの方に集まっていただいて、本当に嬉しく思います。それでは、チームの代表より、サポーソーラー祭に向けての、抱負を語らせていただければと思います。それではまず、ナンバーアイブスのはい、お待たせしました。ナンバーエビスです。雨の中、会場の皆さん、応援ありがとうございます。今週は土曜日、日曜日に南波エビスの札幌のよそこいソーランにお届けさせていただきます。そしてですね、旭川というのを並びに各会場でまたこういうふうに踊っていきますので、皆様、ご声援をよろしくお願いします。行ってきます。はい、続きまして、旭川松井組です。本当に今日は寒い雨の中、最後までご声援いただきまして本当にありがとうございます。また、会場を提供していただきました、ラーメンプラの、皆様、皆様本当にありがとうございます。こうして皆様の協力によりまして、今年の札幌よそこいソーラン祭りに出場できること、気持ちをですね、忘れずに、一生懸命頑張っていきたいと思います。旭川からは上川中央支部としては14チームほど、12チームですと指定しました。まだまだ私たち今回3チームの他にも札幌よそこいソーランで頑張るチームが、いらっしゃいますので、ぜひとも現地に駆けつけるなり、テレビで応援するなりという形で旭川のチームをぜひともご応援いただければなというふうに思っております。また、冷えた体は最後ラーメンで締めていただきたいというふうに、思っております。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。よさこいソーランチームスタビでございます。冒頭にご挨拶させていただきました通り、私どもよさこいソーランチームスタビ11年目を迎え、10年間一緒に活動してきました。千歳の千歳科学技術大学高一点とですね、別々でよさこいソーラン祭に出場することになりました。おかげさまで両チームともメンバー数を70名を超える形でよさこいソーラン祭に参加することができます。本当にどうもありがとうございます。そして、この会場毎年用意してくださる旭川ラーメン沼の木村社長、そして関係者の皆様、本当にどうもありがとうございます。何よりこのような天候でも駆けつけてくださる皆様に心より感謝申し上げます。先ほど旭川霞組、新名古屋よりありました通り、この地域から、12チームの支部チームと、そして支部外のチーム、2チームで14チームが旭川近郊から第26回よさこいソーラン祭りに参加いたします。よさこいソーラン祭りの参加チーム数も3年前より減少が止まり、また増加の傾向があります。こうして皆様に支えていただいて、よさこいソーランチーム20周年を迎えるチームもこの地域多くあります。その中で成長してこれました。本当にどうもありがとうございます。改めまして、精一杯よさこいソーラン祭りに参る思いを込めて、本日のお礼で挨拶して締めたいと思います。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの時間をもちまして、合同お披露目、そして出陣式を終了させていただきたいと思います。それでは、皆さんで撤収ということで、会場の皆様本当にどうもありがとうございました。